後崎チャンネル。もちろん、そこという形でね、まあそこって言ってもですね、日本ハム、新庄監督がね、決定しまして、今日、就任のね、記者発表、記者会見がありましたけども、それを見た上で、来年どうなる日本ハム、新庄ビッグボス、ベースボールっていうところでね、まあ、佐々木がね、感じたこと、思ったこと、ね、このニュースをですね、素行性をよく、佐々木チャンネル、伝えていきたいと思います。信頼と実績と安心の佐々木チャンネルがお伝えする、新庄、ビッグボスニュース。はい。というところでですね、記者発表しましたけども、奇抜なファッションで、出てきましたけど、まあ、新庄さんらしいっていうかね、新庄さんはね、私の全部がね、ファッションっていうふうに言ってましたけどね。まあ、固定概念、球界の常識、野球界をね、ぶっ壊すじゃないですけどね。そういった意味では、新庄さんらしいね、非常に素晴らしい、いでたちでのね、記者発表、会見だったんじゃないのかな、っていうところでね。まあ、一通りね、生放送でニュースやってたところね、ちょうど見れたんでね、この動画をね、収めようと思って。撮って、見ました。さあ、ということでですね、まず一番印象的に残った、発言をね、切り取っていくと。まあでも、全体的にね、記者発表で分かったのは、エンターテイナーっていう鎧を被った超真面目な、新庄さんがね、伺えたかなと。多くの方にはね、エンターテイナー、わあ、すごいな、楽しいな、っていうね、ところだけがクローズアップされがちですけども、根にあるところのね、本当に、真面目で真摯に野球に向き合っていく、その考え方っていうのがね、すごい記者会見でも、伝わってきたなっていうところがあって、そこら辺をね、佐々木が解説していただこうと思います。まず一つね、一番まあ皆さんもそうですけども、一番大きくね、気になったっていうかね、共感したところで言うとね、優勝を目指さない。いやー、最高ですよね。あの発言を聞いた時にビビーってね、魂が震えましたね。まあ多くのね、監督は大体ね、優勝を目指しますとかね、日本一になりますっていう、発言しますけどね。まあ今年もね、ギリギリで5位ね。まあ近年 B クラスが続いてる日本ハムいきなり優勝しますって言ってもね、まあ信じてくれないっていうか、まあ確かにね、ヤクルト、オリックスのようにね、最下位からリーグ優勝っていうところもね、まあもちろん、現実に今年は起こったしね、それもあると思いますけども、なかなかね、判を押したように日本一目指しますって言ってもね、まあ目立たないっていうのと、もう本当にね、挨拶のおはようございますっていうぐらいのね、まあ定型文っていう形がね、まあ僕もいつも感じてましたけど、その中でね、優勝は目指さないと。まあ一つ一つ勝っていって9月に優勝を狙えるときこれにいて初めて優勝を狙う。で、そしてそこでスイッチが入ったらとんでもないパワーを出すっていうね、あの新庄さんの言葉、非常に共感できるし、ちょっとやる気も出るし、リアル、現実を見ながらね、で、ちょっとずつ足踏みしていって、最後の最後に、掴めたらキャッチしに行くっていうところで、今のね、日本ハムのチームカラーっていうところにね、非常に合ってる発言だったんじゃないのかなと。あれがね、じゃ阪神とかね、巨人とかっていうところのね、まあ、ギリギリ、まあ、今年で言うとロッテとかね、ギリギリで優勝狙いだチームでね、言うとちょっと違うのかなっていうところはありますけども、最下位にね、低迷しながら、近年戦っていた日本ハムではね、非常にリアルで、非常に響きやすい、しかも、非常に勇気づけてやる気にさせる、言葉だったんじゃないのかなと。簡単にね、優勝目指します、日本一目指しますっていう言葉よりも、非常に心に響く、楽しみが多い、発言だったようなね、感じがします。ついてですね、いや、これ真面目だなーって、やっぱ新庄さんって真面目やなっていうね、ところを、感じたのがですね、代表質問の、岩本さん、が質問したスローガン、チームのスローガンは、まあ、後々に発表されるでしょうけど、新庄ビッグボスのスローガンって何ですかって言った時にね、夢を大きく、根は地中しっかり張るみたいなね、言葉で、土台をしっかりしながら大きく、夢を掴んで育てるっていうところをね、発言しましたけど、いや、非常に、まあ、真面目です。ね、夢を大きく持って、で、地面にね、大地にしっかり根を張って、で、土台をしっかりしながら、そのね、大きな夢を掴んでいくっていうね、この基本に忠実に、そして、基礎をね、大事に、で、その中で大きく、見せて大きなものを掴んでいくっていうね。まあ今ね、ちょっと今年日本ハムの野球見ててもね、全体的にちょっとね、統率取れてないっていうか、まあ必死でやってるんだろうけども、チームとしての規律がないっていうね、ところ、雑な野球っていうところが非常に目につくなっていう試合が多かった中でね、この新庄さんの夢を大きくね、地中に大地にね、しっかり根を張って、土台をしっかりした上で成長してね、夢を掴みに行くっていうね、このスローガン。非常にわかりやすく、この日本ハムにね、
沿った、もしくは今一番大事なことかもしれない中でね、このスローガンっていうのは非常に、頼もしく、夢が見えるなっていうね、ところも感じながら、いや真面目だなっていうね感じもしましたね。あとまあ背番号ね、1をつけるっていうね、まあ1がねちょうど空いてるんで、まあそのね新庄さんの1っていうのもね非常に似合うっていうところになったかなっていうね、非常に本当にね、まあ全部紹介したいところはありますけどね、記者発表30分ぐらいで見ましたけど、普通のね監督就任会見ね、本当にね、まあまあ真面目っていうかね、分かりきったことが多くてね、真面目な発表するんで、正直次何言うんだろうとかね、あどうなんだろうっていうのをあんまり感じずね、ちょっとだらだら長いみたいな感じがありますけども、本当新庄ビッグボスの会見は次何喋り出すんだろうっていうかね、次何言い出すんだろうっていう、非常に楽しくワクワクしながら見た自分がいたなっていうのがあるんでね、来季に向けて本当にね、日本ファイターズ、多分キャンプの名護はね、もし観客動員するならば多分12球団で一番人が入る、キャンプになるんじゃないのかなっていうような実感しましたね。あとやっぱりね、2004年かなで、新庄さんが、ね、これからはパリーグですって言ってね、札幌、北海道優勝させますみたいなね。で、だから、どっかの記事で、書きましたけども、今のやっぱりパリーグがあるのは、やっぱり新庄さんとボビー・バレンタイン、この二人のファンサービスっていうのが、この、波及していって、パリーグを一気にね、盛り上げた、認知度を上げた、知名度を上げたっていうね、ところは非常にあると思いますね。ボビーや新庄さんのファンサービスでメディアが大きく捉え上げてくれるようにもなったし、僕がロッテ行った時も12球団のね、まあ全球団かどうかわかんないですけども、まあ多くのね、球団がロッテの、内部のファンサービスとか、内部のやり方とか、研修っていうか勉強視察みたいにね、結構来てたチームもありましたし、そういった意味では今のパリーグがあるのは、決して新庄さんとボビーのおかげって言っても、この間違いじゃないぐらい、まあもちろんね、他にもいろんなチーム、いろんな監督頑張ってましたけども、この人気度知名度っていうのをね、支えてきたのはもうこの新庄さんとボビーだと思うんですよね。その球場でね、社交ダンスを踊ったり、球場ハーレーで飛び出してきたりとかね、天井から降りてきたり、試合前に永遠ね、スタンドでサインね、ボビーとかしてたり、そういうのをファンサービスがどんどん広がっていってね、パリーグがね、盛り上がってきたんじゃないのかなと思います。そういった意味でもですね、多分野球界の歴史が多分来年変わります。これはもうね、間違いなく変わる。この新庄さんの出現で、まあ今日の監督就任の、服装、会見、トーク、もちろんエンターテイナーとしての、この面白いアイディア、面白い企画、面白いトークっていうのはある中で、そこに潜めた真面目な取り組み、野球、信念、哲学、ね、未来への思考っていうね、ところも、両方ね、持ち合わせた中で、多分ね、来年から、野球の歴史が変わります、必ず。まあ、あと10年ぐらい経った時に、今ね、あの時は2004年、で、今2021年、だから17年前、ね、から歴史が動いたっていうように見えるように、ひょっとしたら20年後、2022年から日本の野球って変わったよねっていう、歴史が変わるかもわかんないんで、皆さんね、この歴史の証人になる可能性が十分あるんでね、来年はパリーグね、日本ハム、これはね、ちょっと目を離すことはできないんじゃないのかなと。で、その中で、組閣っすね。こっから、まあ、ちょこちょこね、決まってきましたけど、阪神を辞めた山田さんがね、バッテリーコーチになったりとか、解説者だった稲田が、コーチに就任するっていう情報が入ってきましたけど、小笠原さん、荒木さん、で、厚澤さん、高橋慎二、で、鶴岡と二軍監督の原田さんと白石さんがね、対談っていう情報が入ってきましたけども、ここで、さぞやか推測する、新庄ビッグボスの組閣っていうところで、まあ、小笠原さんが外れたのは、新庄さん、と、稲葉さんが、この監督と GM っていうところのね、ツートップでやっていく上で、まあ、小笠原さんの方がやっぱ年上なんで、やっぱ気を使わなきゃいけないっていうところと、やっぱその二人が自由に連動して動けるっていうところでは、ちょっといない方が良かったんじゃないのかなっていうところの、まあ、対談になったのかなと。で、もう一つが、ヘッドコーチ兼打撃コーチっていうところで、新庄さんと超仲がいい、DNA でコーチだった坪井さんが、日本ハムに帰ってくるんじゃないのかっていう予想です。ここからはあくまで佐々木の妄想と予想です。だから気楽に聞いてください。そうなったら小笠原さんが年上になるんで、やっぱ坪井さんがいた方が、まあ坪井さんが自由に動けるっていう。で、この鶴岡のところには山田さんが、入って、ピッチングコーチ厚澤さんが対談になりましたけど、ここには新ね、稲葉さんと侍ジャパンでオリンピック金メダル取った立山さんが入ってくるんじゃないのかなと想像します。荒木さんもね、対談したんで。で、まあ、この武田勝と立山さんの二人体制。で、ヘッ
と、ひょっとしたら、元日本ハム、阪神対談した清水さん、侍ジャパンで稲葉さんとね、一緒に行った清水さんが、ひょっとしたらヘッドコーチで帰ってくる可能性があるんじゃないのかなっていうふうに予想します。で、稲田が多分二軍のファームのコーチ、白石になるのかな、もしくは、まあ、多分、金子誠さんがひょっとしたらヘッド手っていうところもね、考えられるね。金子さんヘッドで稲田っていうところも考えられるし。まあそういったところはね、稲葉さんがオリンピックで一緒にやったっていうところのね、人選がひょっとしたら帰ってくる可能性もあるし、まあ今後ね、まあ目を離せないっていうところもありますけども、確実に言えるところは、来年からパリーグと日本ハムが歴史をまた変えます。そういった中ではね、ちょっと目を離さない、非常にインパクトあるね、明日の新聞一面は多分新庄さんになるかもわかんないですね。まあそういったところではね、非常に楽しみですし、新庄さんにね、佐藤も俺も持ってるけど、佐藤も俺並みに持ってるよねって、新庄さんにお墨付きを得た、持ってる男、佐藤がですね、また新庄さん、まあビッグボスにね、会う機会があったら、いろんなことをね、聞きたいと思いますし、あとはですね、あ、今思い出した。多分ね、新庄さんの記者会見の中での発表で、全員がフラットって言ってましたけど、これね、唯一、そんなこと普通ないよって思うんですけど、唯一のリアルです。それなんでかっていうと、ずっとバリ、16年間バリのね、インドネシアのバリにいて、で、坂上晋三っていう番組で、新庄さんのトライアウトまでを追っかける番組に出演させていただいて、バリと衛星つないで話したんですけど、その時言ってましたもん。日本の野球見てないから全然わかんないって言って。何が何やら。全然わかんないって言ってたんで。で、今年1年で日本帰ってきて、2軍の試合結構見てたらしいですよね。この会見によると。っていうことは、色目なしに、本当に知ら、わかんないと思う。選手のこと。だから、本当にフラットの目線で、新鮮に目で見て、いいやつを使っていくんだと思う。もし僕が、今12球団のところの監督に仮になったとしても、やっぱ試合ずっと見てるし、日本の野球に浸透しすぎて、やっぱり固定概念あるね。これは外せないなって、これはいいよな。っていう固定概念があるから、やっぱり、フラットって言っても、フラットじゃないんだよね。毎年、佐々木の動画で出してるからね、そこ見てもらえればわかるけど。でも、新庄さんのフラットっていうのは、本当に日本の野球見てないから、本当にフラットだと思う。で、あと、あれもいいね。ファンの皆さんに、出してもらいたいオーダーを決めてもらって、それで戦う。これいいね。だって、ファンの人も、あれ使え、これ使えって SNS よく言ってるもんね。だから、それ使ったら本当にどうなるのかっていう。俺もずっと思ってた。試してみればいいのにって。それを新庄さんが言ってね、SNS で集めて、で、それオーダー作って、それ戦う、ファンサービスで、みたいなね。いいね。そういったところもね、打順も決めてもらってね。で、ファンの人もね、自分らの意見してどうだと。良かったらいいしね、悪かったらあれだっていうね。まだ一緒に巻き込んでできるっていうところでは、そういうのもいいし、新庄さんのフラットっていう目線が、どういうフラットで、開幕戦を迎えるのかっていうのをね、非常に楽しみですし、来年のね、名古屋のキャンプ行くのが非常に楽しみであります。というところでね、長々話してきましたけども、来年から歴史が変わります。